パレードなんてすごく懐かしい。クロエと一緒によく見たな。何を食べようか迷ってるだけです。ああ、ジョイスの店はどれもうまいからね。俺も悩むよ。パンプキンパイかマカロニチーズか。おばさんと親しいんですか？ジョイスの料理は最高だ。署の連中もよく来る。みんなここが好きなんだ。彼女は俺たちのお袋だな。から部屋に売人まで連れ込んだらしい。でも困った時は助けてくれる優しい子です。いい友達のようだな。ジョイスにとってもいい娘であってほしいものだが。ある意味学校では有名人なので。彼は立派な男だ。軍の経験もある。高校の警備員はデイビッドにとってぴったりな仕事さ。誰もが警官になれるわけじゃないしね。もう行かなきゃ。朝食をごゆっくり。ああそうだ、外の RV 車には近づかないようにしなさい。見るからに怪しい車には近寄らないようにしてます。賢明だな。中に住んでるフランクって男は要注意人物だ。詳しくは言えんが。さて、今はおしゃべりする気分じゃない。大量の朝飯を腹に収めてるとこなんだ。話は終わりだ。偉そうで生意気だ。お前みたい。おばさんは最高ですよ。私もあんな大人になりたい。心配せずともなるだろうよ。ここに通って3年になるが、ジョイスの口からは嫌味が増えるだけだ。おばさんらしいな。そういうところが好きなんです。ならお前も大人になったら永遠と脂っこいベーコンを焼き続けると。うわ、なんかヤバそうな人。なんだよ、ビールを飲みすぎて気分が悪いんだ。向こう行ってくれ。話すと頭がガンガンする。一人で食事してるといろいろ考えちゃうよね。あら、おはよう。お嬢さん、とってもいいお天気ね。きっと今日は素晴らしい一日になるわよ。朝食を食べ。
うやだ、このガム5年前からずっとここにあるんじゃない？このポストカードからは街の異常さはわからない。田舎の詩人って感じ。キモい。この落書きも昔からあるな。写真ならいつでも撮ってるよ。私自身がカメラだもん。何それ、ウケるね。でも俺笑いの沸点超低いからな。ちゃんと学校に行きなよ。そっちこそ宿題やったのか。ああ言えばこういう。そういえばトレバーとデーナの件は知ってるの？付き合ってるってトレバーから聞いたよ。ぼーっとしてる間に先越されたってわけ。じゃあなマックス。レーナの部屋から出てくるとこ見ちゃった。さっきジャスティンにも言ったんだ。こいつもデーナを狙ってたから。ジャスティンの反応は？すげえ怒ってたけど大丈夫。隠し通すことも無理だしさ。じゃあまた授業で。ああ久しぶりだね。すっかり綺麗になって元気にしてたかいマックス。おばさん、また会えて嬉しい。変わらないね。ウェイトレスをやる以外取り柄なんてないからね。今でも美人だって意味。口がうまいね。昔から利口だった。でも今はどうかな。うちで揉め事を起こしたって。昨日の話は全部デイビッドから聞いたよ。もっとちゃんと紹介したかったけど、いい人なんだよ。クロエが何と言おうとね。うん、わかってる。あれはもうほとんど事故みたいなものっていうか、自分でもバカだったと思ってる。残念だよ。あんたがいればクロエも落ち着くと思ってたのに。クロエなら
大丈夫だよ。クロエとおばさんが大変だった時に電話もしなくてごめんなさい。今じゃ家族はシアトルで、私は街で一人ぼっち。罰が当たったね。謝ることはないよ。あんたは前に進んだのさ。ウィリアムが死んで私もそうした。でもクロエは今でも納得してない。とにかくまた顔を出しておくれ。あの子には友達が必要だ。ウィリアムおじさん亡くなったんだもんね。私も寂しいよ。ありがとうマックス。思い出だけでも十分なんだよ。クロエはまだ分かってないけどね。クロエは分かってるよ。ただ時間が必要なだけ。おばさんは大変だろうけど。どこまでやりゃ気が済むのか。退学、家出、タトゥー、ピアスに真っ青な髪。はあ、今は義理の父親に反抗してばかりだ。気持ちは分かるけど。そうかい。あの人はあんたが思うほど悪い人じゃない。それにあんたは自分の葉っぱだと言ったんだろう。違うかい。でも奨学金を取り上げるってデイビッドに脅されて。あんなのそんな大した事件じゃないよ。でもあの子をかばってくれてありがとう。嬉しいよ。でもクロエも悪いんだよ。デイビッドは戦争でもう十分苦労した。彼なりにクロエや生徒たちのことを気にかけてるんだ。ケイト・マーシュのことも？名前は聞いたことあるけど詳しくは知らないね。お互いの仕事には口を出さないんだ。言い争ってるところを見たから理由を知ってるかなって。探偵ごっこかい。悪いけどあんた以外で心配な子は一人だけさ。それだけで手一杯だよ。さて肝心なことを忘れてたね。注文は何にする？ベーコンオムレツをずっと食べたかったの。すぐ持ってくるよ。ベーコンオムレツ入ったよ。笑える落書き。ウォーレンが来たんだ。おいしい朝食を待つ気分って最高。メニューも値段以外は昔から変わってない。やっぱコーヒーはブラックじゃなきゃ。全てがデジャブみたいに感じる。これは過去？それとも今？まあじゃない。酒ないのか？もう十分飲んだようだね。ベーコンにしときな。いつ見ても不思議な灯台。このまま時が止まればいいのに。今なら巻き戻すことはできるけど、時間を止めることはできない。一体どんな店だよ。注文だよ。全てがデジャブみたいに感じる。これは過去？それとも今？お腹の鳴る音が響いてるよ。さあお食べ。よだれが出そう。しかし大人になったもんだね。クロエの写真なんか見てると。あら噂をすれば。感動の再会は済んだ。またただ飯を食べに来たのかい。あんたのツケだけで家が買えるよ。今日は私のおごりだから。昨日のお詫びのつもりかい。やめろよ。もうマックスを責めなくたっていいだろう。分かってるよ。マックスはいい子さ。いやもう立派な大人だ。ママも軍曹も説教ばっか。嫌ならその呼び方をやめな。あんたはベーコン一枚で十分ね。二人とも変わらないね。もううんざりだよ。なんだこのひどい曲。さて本題だけど、力のことを教えてくれよ。教えるも何も。
あの巨大な竜巻を見た理由だってわかんないし。だからあれは夢だってば。それより実際に見せてよ。私だってよくわかんなくて。とにかくやってみてって。ほら。じゃあクロエのポケットの中身を全部言い当てるよ。投資までできるのか。何でもありだな。バッチリ覚えた。時間を戻してクロエを驚かせよう。これじゃポケットの中身を当ててみせるよ。オッケー、いつでもどうぞ。かわいいロボットパンダのキーホルダー。当たり、やるじゃん。結構悪運が強いんだな。他には？ポケットにタバコを入れてるでしょ。そりゃそうだ。じゃあ本数はわかる？7本ある。タバコの本数がわかる能力、面白い。すごいじゃん。他には何が入ってる？お金かな。そりゃいくらかはね。金額は25セント。残念。それじゃ種明かしに。よし、一個ずつよく見て。クロエの持ち物を覚えなきゃ。駐車違反の切符。さすがだな。じゃあ切符を切られた時刻は？午前10時34分。やるね、大当たりだ。なかなかやるね。でもまぐれの可能性もある。そりゃ82セント。大外れ。それじゃ種や。それじゃ、OK。車、簡単。かわいい。また、結構。ポケ、そりゃ、7、タバコ、すご。
そ86セントどうだ、お金持ちだろ。やるな。次は駐車い。さす。午前10時34分やるね、大当たりだ。マジかよ、首のあたりに鳥肌立ちまくったぞ。本当なんだの。クロエ、テーブルから物をどけなさい。はいはい。料理はどうだい。昔より美味しい。そりゃあよかったよ。餓死するとこだったよ。そうだね。にしてもさっきのはやばかった。もっと見せてよ、明らかに超能力って感じのさ。未来を予言してあげる。マジかよ。これから店の中で起きることを全部覚えておかなくちゃ。クロエをびっくりさせてやるんだ。おっと、またマグ終わったのかい。まったく、おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った。叩くんじゃねえよ。喧嘩なら外でやりな。こいつが先に。知らないわよ。やっとまともな曲が聴ける。さっきのゴミみてえな曲に比べたらずっとマシだ。このジュークボックスもついにガタが来たかね。何もたもたしてるんだ。これから30秒くらいの間に起きる出来事を4つ予言してみせるね。これからそれで、その次は？なるほど。じゃ、面白く。ゴキブリが歩き回ってジュークボックスが暴走する。そんなバカな。とりあえずどうなるか見てみるか。またマグ終わったのかい。さすがママ。おかわりなしだよ。くそ、呼び出しのせいで朝飯はお預けだ。相棒はどこ行った。当たりだな。ガキが悪さでもしたか。このバカ野郎。叩くんじゃねえよ。喧嘩なら外でやりな。こいつが先に。知らないわよ。チワ喧嘩みたいだな。ジュークボックスのゴキブリまで当たった。偉大なるマックス様、お見それいたしました。この力はおもちゃじゃないんだよ。ちゃんと考えて。何言ってんだ。だってさ、誰かをぶん殴ったって時間を戻すだけでなかったことにできるんだぞ。はしゃぎすぎ。私にもいたずらしたんじゃ。何もしてないよ。まさか本当に時間を巻き戻せるなんて。いろいろ試さなきゃ。時間ないよ。マックスがそれ言う。ちょっと鼻血出てるよ。ほじりすぎた。おい、大丈夫か。興奮しすぎたかも。クロエがあまりにもはしゃぐから。こっからが本番じゃん。もっと見せてよ。いい場所があるんだ。私に任せなって。はいはい、わかりました。どこへでもついていくよ。また後でな。三皿目もいけそうだ。まだ一皿目だろ。準備はいい、ま、早く行くよ。余裕がある。出なくていいよ。今はそんな場合じゃないだろう。ほら、ママに捕まる前に行かないと。同級生のケイトからだ。なんだよ、
私には一度も電話しなかったくせに、毎日会う同級生には優しいんだな。よくわかったよ。電話に出ればいいじゃん。別の連中とつるむよ。ケイト、どうしたの？おい、私はほったらかしかよ。うんうん。うん、絶対に。約束する。信じて。宿題でもやって気を楽に。今話してもしょうがないから、後で電話するよ。なんだよ、ケイトといる方がいいなら好きにしな。バカ言わないで、クロエと一緒にいるから。まあいい、行こうぜ。私のせいでクロエとおばさん喧嘩してたな。